作ることができるイカ飯を教えていただきます。お店で買うイメージも強いイカ飯ですが、炊飯器を使えば簡単に作ることができるんです。星澤先生流のポイントにもご注目ください。では改めて先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ぜひこの機会、ジャストタイミングなんです。今ちょうど使うのにいいイカの大きさなんです。ご紹介しましょう。4杯分でご紹介します。4人で召し上がっていただける分量です。小さめのイカ4杯です。スルメイカがいいですね。今のイカがちょうどいいんです。もち米は2分の1合でいいんですよ。生姜と細切り昆布も少し入ります。ではまずイカの処理からご紹介しましょう。はい、イカです。この耳のついてる方が、ここ身がついてますので、ここスーッと引いていただきます。でこれ綿が取れます。この身の方は軽くこう中洗ってください。はい、よいしょ、少し洗っていただきました。はい、そしてこのゲソなんですが、こう必ず水の中で目を取っていただきます。はい、はい、炭が跳ねてしまうと困りますからね。そうなんです。そして内臓も外し、くちばしも中にありますので、くちばしも外していただきまして、スッと洗っていただいてもうおしまい。チャーディップ選手は、はい、あのタイでこうイカとかを食べたりしてたんですか？はい、食べた。食べた。あ、ちょっと、どんな料理なんですか、イカ？あ、我慢不会谈嘛。野菜、ヤン、なんか焼いたりとか、まあそういう、まあ、イカ飯とかもあるんですね。イカ飯もあるんですか、タイに？はい、ありますそういうのあるんですね。あ、多分味が違うんでしょうね。タイのイカ飯、食べてみたい。なんで急にダジャレを放り込んだんですか。T さん、今のは訳さなくていいです。難しいです。はい、では米の、あのもち米なんですが、あのうるかしておきます。大体最低でも15分から30分ほどうるかしておいてください。で水切りをいたします。はい、水切りができましたら、はい、ボウルに入れていただいて、ここでイカのゲソです。この足、抜いた足を、これ今日は2杯ぐらいでいいかと思います。あんまりパンパンに入れるとですね、もう炊けるの大変。これが生姜、これもタイではたくさん食べますよね。今映ってないですけど、チャーティップ選手がもう覗き込むように、それから昆布です。そして調味料としては、中には醤油大さじ1杯だけ入ります。はい、でこんな風にして混ぜていたら、これがねイカの中に入るんですよ。これイカの中に入る。この生姜とゲソが入るというのが先生流のポイントですね。そうなんです。そしてこのイカに詰めていくんですが、この小さいスプーンじゃないと入らない。こうやってスースーと入る。これタイのイカ飯もこういう感じだったんですかね。出てきます。出たい。先生、違うんだ。やはりタイ米を使うんですか。先生なじゃあ、あらいが。でも先生の方がうまいかもしれない。ね、先生褒められてますよ。タイのスーパースターに褒められてますよ。はい、そしてこの耳のついてる方を上にして、そして今度あのイカの端っこの方です、裾の方を用事で止めてください。こんな風にして、はい、ここ止めたらで、こんな風に平らでいいんです。ご飯が膨らんでプンプンになりますから。はい、こうなりました。じゃあ今度はね、ジャーで炊いていただくんです。はい、ジャーで炊くので簡単ジャーみたいな。ティさん、今の訳さなくていいですから。今の大丈夫です。調味料が入ってます。テキさん、ここあるちょっと入れていただけますか。これ、はい、調味料この中に入れてください。これを今炊きますので、はい、醤油です。はい、水のカップ2杯入ってる中入れちゃって、はい、全部入れて、醤油大さじ2杯です。はい、そしてお酒が大さじ1杯。全部、はい、全部、はい、はい、入れました。みりんも入ります。大さじ1杯乾杯。はい、乾杯。はい、そして天才の大さじ1杯どうぞ入れてください。ゴールにボールは入れますけどね。はい、炊飯器にお砂糖を入れるチャラティップ選手っていうね。はい、混ぜ混ぜしたでしょ。そこにイカが入ります。はい、イカ、はい、並べて入ってください。あ、これこっちが行かないとイカ見えないんだね。はい、どうぞ。炊飯器で作るからこそ簡単にできるんですね。そう、これで炊くだけなんです。うん、こうして、はい、普通に炊いてください。はい、ありがとうございます。本当にこれだけですから。律儀な方です。とても律儀な方。コードなかったら炊けませんものね。はい、そして炊けたのがここにあるんです。あら、早いですね、炊けた。はい、オープン。ほら見てください、見て、これこのまま冷ますんです。そうするとこのイカが皮むかない、むけないで炊かさるんです。すごいでしょ。チャラティップ選手より早いです。鍋で炊こうと思ったらえらいことですよ。そうですよね。コンセント今、ね、用意してないんですから。あの、後ほどきちんとつないで作りますので。細かいことが気になるタイプだもんね。はい、そしてこれ本当はこのまま冷ましていただきたいんです。冷まさないとこの皮がね、熱いな、熱いね、気をつけてか。はい、ありがとうございます。
これね、熱いうち触るとむけちゃうの。だからなるべくなら触りたくないんだけど、今日は熱いうち食べていただこうかな。熱いのと冷たいのと。いい匂いします、ね、いい匂いでしょ。確かこれちょっと福永メモですけど、チャーティップ選手は意外に猫舌だっていう話です。本当、ま、熱いわ。熱いカップ。熱いカップ。まあ、熱いですよ。ちょっとじゃあ気をつけて、やけどしないように、ねね、食べていただいて。まあ、これはあの北海道名物でもあるんですけど、チャナティップ選手は北海道に来て、はい、なんか好きになった食べ物とか、はい、びっくりした食べ物ありますか？僕、まあ、好きは食べ物はジンギスカン。あ、ジンギスカン。焼肉。筋肉。寿司。鶏肉。結構満喫してらっしゃる。全部。全部。好き。肉系男。肉系が好き。あとね、お好きといったらこれも福永メモですけども、はい、あのコーヒーっていうかラテがお好き。あ、カフェラテ。カフェラテ。カフェラテ。ブラックコーヒーは。ラカフェラテ。コン。まあちょっと苦いやろ、ね。あ、苦いの苦手。うん、そう。ブラカフェラテ。コンケーキ。まあブラックは、まあ、イメージはね、なんか年配の方が飲んでるイメージ持ってるから、ね、だから飲んでないですね。若い。はい、どうぞ。はい、あ、出来上がりました。こちらが熱いので、こっちが冷たいのになってます。どちらでもどうぞ。一口でどうぞ。炊飯器で簡単に作ることができるイカ飯をご紹介しました。はい、詳しいレシピはリモコンの D ボタン、または番組のホームページでもご確認いただけます。では今日はチャナティップ選手に、はい、召し上がっていただきます。どうぞ。いただきます。はい、もうすっかり日本のこういうね、習慣を。暑いですか？暑い、暑い。ちょっと熱いです。ちょっとね、大丈夫、大丈夫。それは大丈夫だと思います。暑いのも美味しいんですよね。でも美味しいですよね。大丈夫ですか？熱い。ちょっと熱かった？お水。はい、どうぞ。うん。熱いです。本当冷たいですからね。冷たいのを立ち上げればやっぱりこっちが冷たい方なんですけども。お水あるので、よかったらお飲みください。こちらどうぞ。イカはすごく柔らかくできてますね。柔らかいでしょ、うん、この小さくて薄いので。でも、生らうまい。出ました出ましたありがとうございます。さて、ティーさんも食べてください、後で。はい、ぜひ。炊飯器で簡単に作ることができるイカ飯をご紹介しました。はい、面白いくり、like,